お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、シーズン終盤、トラギがしたいけど沼った、デッキがわからない、助けてほしい、そんな方のためにね、最強、今からでも間に合うシーズン終盤、世界一目指していきましょう、デッキをね、5つ、まあ、5つで言っても2つぐらいなんですけどね、紹介していきたいと思います。というわけで、1つの種類目が、まあ、2種類のうちの1種類目、エレジャイでございます。エレジャイで2種類、このデッキですね。今、エレジャイとかゴラとかが超強いんですよね。で、なんかもう本当に端前でエレジャイ出すだけで言っちゃえばタワー折れるんですよ、エレジャイって。ぐらい、強いので、マジこの2種類超おすすめです。そして、もうね、これ。これはね、使え。沼ったならこれを使わんと、クラロワじゃねえだろうと。言うね、ゴレクロンデッキ3種類ね、こちら用意してます。今ね、でもゴレクロンすごいんですよね。ゴレクロって結構勝てないじゃないですか、やっぱ使っても。僕もさっきね、インフェプラスのファイボイアナメとか引いて、はんって思いながら意味わかんねえじゃんとか思ってるんですけど、ゴレクロで今もう、世界30位以内に3人ぐらいですね。この方で1人、この方で1人、この方で1人、ゴレクラで、ね、ほんと上手い人たち上がってますので、ちょっと皆さんにもね、おすすめです。というわけで、ちょっと今日はね、このゴレクロとエレジェイ使って、僕ももう200近くね、トロー落ちちゃったんですよ。そう落ちちゃったので、もうバック上げね、はい、もう1日切ってて、時間もないんですけど、本当にゴレクロとかだったらもう1試合がね、マジ3秒ぐらいで終わる時もあります。気持ちね、体感ですけど、そしたらグロ1までね、もう負けずにいけば余裕でいけちゃうので、ちょっと皆さん今からでもちょっと、はい、世界10位目指して頑張ってほしいなと思うんですが、一つだけ皆さんに、先に言っておきます。このデッキめちゃくちゃ強い。一瞬でトロが上がる。可能性が上がる。ということは逆もあります。一瞬でトロが下がる可能性も持ってます。なので、注意していただきたい。おすすめはするんですけど、現在最多トロ更新中であったり、こうもうすぐね、自分のベストだっていう、今いい流れの人には決して使ってほしくないです。まあ、なんですが、もう沼った。俺もう沼った、マジトロ上がんね。何のデッキ使えばいいんだよ。全然勝てねえやんけ。っていう方々には超おすすめです。っていうのを覚えておいてほしいですね。っていうのは、沼った人へのおすすめデッキ。精神的にちょっと病んだ方ですね。まあ、今の僕なんですけど、そういう方にはぜひ使っていただきたいなというね、感じでございます。一本っていう、そういうやつです。守んないでください。そしたら本当に3秒で。3秒ではねえけどな。相手をもう諦めましたね、と。いうわけで、本当にこう、いい流れがいいときは、スムーズにね、バカ上がります。もう数時間もあれば、一瞬でね、グロイチ、あなたでもいけます。ゴレクロですね。で、なんか、いろんな方があるので、まあ、それはもう、ただの本当に好みなのかな。もう、使いたいやつ、いろいろ使って、なんか、ウィザードとかが苦手ならトルネ入り、とか、あとはランバーとかね。なんか、そういう風な感じで、ちょっと使い分けていただきたいです。いやー、沼ったな。今季本当に何使おう。一生悩んでる。デッキ一生悩んでて、ちょっと負けたらゴルクロとか触ってね。でも気づいたら僕、あれなんですよね。この後7200とか300とか、そんな領域まで行ってしまうのが、ちょっと怖いですよね。さあ、というわけで、ちょっとこっちのね、方も使ってみます。このランバー型僕あんま使ったことないんですよね。よく、ホバリングとか、スケドラとか、なんかそういう、ファイボク活的なのが好きなんですよね、僕。だからよくそっちを使うんですけど。これランバーベビー型、これは結構相手がファイボとかポイズンとか持ってても、残るユニット、まあ、バックなので、まあ使いやすいかもしれない。なんかさっきの方はウィザードとかにボコされやすいのかな。まあでも俺スケバレー好きだしとか、まあスケバレー強の方はぜひ使ってほしいです。さあ相手はムーとディガー。迫撃かな？これだともうクロンすれば終わるんじゃないっていう思いがあるんですけど、皆さんどう思います？まあ、やってみてから考えますか？もうやったらもう僕できること限られちゃうんで。わ、すごくね？これ、ヤナメ打たんでもさ、ダクネだけで、ダクネだけで倒した。これなんならさ、なんか見ないこういうの。単体ランバー、行ってこいって。ああ。ああ。そういうこともありますよね。で、これちょっともう考えるのをやめた方がいいんですよ。考えると負けます。よし。いや、ナイス。もうね。ニヤニヤが、ニヤニヤが多分画面越しでもね、伝わってると思うんですけど。いやー、いいですね。で、こういうのも、守らなくていいんですよ。
これでもうケツゴルすればいいんですよ。守るから負けるんですよ、クラロワって。いや、よくないっすよ。僕は、あんまこういうのしないですからね。沼ったらやりますけど。すぐ沼るんだよな。全然勝てねえ、こんち。さあ、もうゴレダクネ作って、迫撃4コスト分ね、エリアドです。で、相手は迫撃使ったからもうゴレが止まんないんすよ。で、まあ、ガゴ群れ出したいんすか知らないけど。でも、このもうゴレダクネコウモリクロン。これだけで相手はきついですが、相手のこのね、ベビー、サンガコか。じゃあ、ガゴ群れか。ガゴ群れの使い方うまいですね。さあ、早めに穴埋め打ってあげて。サクちゃん、サクちゃん、サクちゃん、サクちゃん。いやもう見てて思いますよね。え？こんなんで勝てるんだって。いやー、僕もやってて思いますよ。こんなんで勝てるんだって。で、僕の負け筋は、ここでこのゴレ出して、もうキングおられることなんですけど、まあ、相手が今、あれを使ってくれたんですよね。ウッド。だから最後これスケルトン部隊で守れるし、まあ出さなくても、ベビドレだけでいけそうですね。よし。あれも速攻ね、矢の目回して。いやーこれ相手最悪だろうな、こんなん。シーズン終盤って、でも皆さん本当にシーズン終盤あるあるなんですけど、終盤ってゴレクロめっちゃ増えます。ゴレクロとかラバクロとか大型がバカ増えて、まあその理由の一つは僕みたいにちょっとトロが下がったとか、まああとデッキがわかんねえって方とかがもうみんな使い出すんですよ。で、いつも上の人たちもちょっとこうトロフィー落ちたらやべえと思って急いで戻さなかってなって、すぐね、こういうゴレクロとか大型を使うんですよ。まあ、だから、増えるんですよね。比較的に増えます。自分のデッキで、やべえ、トロ、上がんねえ、勝てねえなってなったら、よくデッキ変えるんですよ。いや、僕もデッキ変えるんですよね。まあ、全然勝てねえな。マジかよってなって、すぐデッキ変えて、もっと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 悪い方向に行くんですよね。なので、本当にね、ちゃんとしっかり確実に上げたい方はね、多分デッキを変えない方がいいんですけど、ちょっと、いや、俺、ちょっと攻めるわ。って方は、変えてもいいと思います。さあ、ゴレ引きたかったですね。ゴレ、ゴレ、よいしょ。いれ、いれ。さあ、ネクストゴレ。マジエちゃん、あれっすね。ペッコーですね。ペッカ工場。最近5なんでね、ダクネが結構いきそうな気もするんですけど、どうでしょうか。ポイズンだったらスケドラとかがね、逆に生きるっていうのはあるかもしれないんですけど、まあまあ。ズッドーンで、まあエレキの前にペッカーっすかね。これクローンしちゃっていいと思うんだな。クローンしてから、まああと、考えればいいっす。マジで。おい、強い。で、このね、今相手5使ったからな。ザップか。あー、これはスケドラいらんかったかな、正直。まあ、自陣で溶かすようでもよかったんですけど。まあまあまあ、ペック工場5なら全然ありそうっちゃありそうっすよね。で、あと僕のこのトルネの枠、今いろんなゴレクロ使ってるからたまたまトルネなんですけど、やっぱ矢雨だったらね、相手のコークのマジックアーチャーとか、まあ、あとはウィザードとかがね、厄介、なんですけど、まあでもそれ用でスケバレとか入ってるんですよ。ゴレの矢雨の方は、やっぱウィザード系が勝てないんでね、そこを、スケバレホバとかにすることによって、まあ、逆サイドも攻めれたりとかいろいろ突破することができるっていうので、まあ、戦えるようになってますね。でこれはまあやっぱ同サイドにねウィザードとか来るだけでやっぱきついっていうので、取るねになってます。これもう守んない方がいいのかなっていうね。さっきだってあんなに俺守るなとか言っていやこれでも端前ゴリしてな。ダクネが死なないでくれ。からのランバークローン最強説ないですか。ファイブ来そうだな。これでもクローンしてから考えればいいんじゃないですか。いけいけ、走れ走れ、ランボ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 、走れ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 、一歩いける、一歩いける、エレキ、あきあき、ナイス。あいつやべえな、ランボ。そんな走るかっていうぐらい走った、ナイスすぎん。さあこのあと500なんで、僕ちょっと守りたいですね。500は世界変えれる気がします。やべ、ダクネが散ってた。ダクネが散っちゃった。ナイス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 。280でしょ ?280? ファイブボーだけじゃ、ザップファイブで落ちるけど、間に合わないでしょ。マジ打ちだけね。マジ打ちだけね。マジ打ちだけね。よし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 。よし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 。よくやったよくやった、ランバ。走りましたね、ほんとに。で、取るねー。打たなかったっすね。なんかマジ打ちとかを、
トルネで内側に引っこ抜いてとか、やろうと思ったんですけど、その相手のマジアチャの位置がこう完全にタワーの裏のど真ん中だったんで、トルネで多分引っこ抜けなかったんですね。いい位置に出されてたので、まあよかったかなっていう。ランバーよくやりましたね。意外といけるもんですね。でちょっと時短したいので、エレージャイはねデッキだけ今日紹介ということで、ゴレクロ使わせてください。今流れがね来てるんですよ、乗ってるんですよね、本当に。よし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 。いやーゴレあるね、ゴレあるんですけど、ダクネないね、辛いよな。ゴレダクネをやりたいよな。いや悩むな悩むな。相手がなんかディガーとか使ったら、あーまあここはいいか。ウッドマザネクロイいいかな、多分ロイで、ネクストダクネ、ネクストダクネで気をつけないといけないのが、相手は絶対トリトン持ってます。そうだからトリトンでもうすぐねキング起動とかしていこうとしてるんでね、クローンをしなきゃいけないっすね。おラン、あーうまい、いやうまい、ちょっと待って、え待って待って、うまい、えトリトン、えトリトン、ちょっと待って待って、うまい、いや相手のボーバカうまいっすね。わざとトリトンあの内側とかに出して後衛から処理しようとしてたのかな。ちょっと狙われた説ありそうですね。いや気をつけないとやばいんですけど、ここね多分ロイジャイ来てスケドラ出してもファイブ打たれて、スケルトン部隊出してもウッド打たれてっていう、やばいやばい香りがしてるけど、あー一回来ない、いや来るんかい、今来るんかい、これはなんなら、いやなんなら、いや結構削りますね。スケルトン部隊ってやっぱこう見てからウッド打たれるだけだと、まあそこそこに削ってくれますね。瞬間火力高いですからね。いやあるぞ、いやこれランバーとユニットで金ピドしたかったけどな、ヒースピが、うわ最悪、あやっちゃった、マジかよ。これここでこの流れいい中でそんなしょうもないのしちゃうっていう、いやーもうみんな見なかったことにしてくれ、本当にごめん、本当に見なかったことにしてくれ。よしさあもうクローンして、ベビドラクローンにかかってんのはちょっと痛いけど全然ありそう、よし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 、全然ありそう、全然ある全然ある。でユニット追加の方が多分大事なんですよね。いやあるあるある、ランバ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 、いやベビドラ、スケルトン部隊がたまたまいい、スケルトン部隊がたまたまいい、熱い熱い熱い、これ多分もうちょっと押し切ってもいいんじゃない、押し切れないか、いやマザネク2体邪魔、マザネク2体邪魔、ビビドロ、よしよし一旦つけ、一旦つけ、めっちゃ豚来るぞ、めっちゃ豚来る、いや熱いな、いやもう形作れば意外となんかなっちゃうもんなんですね。自分でも驚き、よしさあウッドが、いやいいウッドだってか、あ俺の頑張り、俺の、あーくっそ瞬殺だな、瞬殺ですね。タワー落ちるときも落とされるときも、瞬殺でしたね。勝てないこともなさそうだね。なんかもう初手ボコされてからの一瞬で追いついてからの一瞬で落とされる、いやちょっとおもろいですね。なんかもうやっぱ一体一体にユニットが大事になってきますよね。こうベビードラ、ほんとだってスケドラもスケルトン部隊もやっぱファイボとウッドでね処理されられるので、ランバーとかベビドラをこうどれだけ大事に大事にゴレの後ろにしっかりつけて無駄死にしないようにするかとか、まあその辺なのかなと思います。ユーのペッカーだと思いますけどね、ペッカーかまあ人技か陸デッキとか、さあマジアチャーこれ神トルネとかでキング起動を狙いたい感もあるけど、ちょっと日和るっすよね。いやーちょっと日和るっすよね。さあでファイボだと思うので、これにファイボでスケルトン部隊にザップか、うん、ここは一旦ステート、ポイズンなのかな、ポイズンでも今いないんですよね。これもゴレ展開でいいと思います。でもダクネつけちゃってから考えればいい、うん、よしよしよし。で相手マジアチャだったな、マジアチャやっぱね厄介ですよね。さっきみたいなランバーがもうバカ走ってくれたらいいな。
だからもう基本的にユニットブッパがいいんすよね。多分ユニットブッパしとけば、なんかほんとユニットが全部なんとかしてくれるっていう、こんな感じでね。ユニットブッパして、あと祈ればいいんですよ。うん。一応やっとくか。うわ、熱い。で、これで、まあ相手は防衛ファイブか。使ってくれたらスケドラとかがね、次いけるよって。うわ、ザップ。ザップとか使わねえんだ。わあ、そんな守れちゃうんだね。今の相手はザップとかはね、多分使ってないんですよ。だからこそ、僕のこの次のね、攻撃にザップ系を使えるっていう。これ守れないんですよね。守れないから、もうほぼ守んないです。で、次のゴレで、今エリクサーアドバンテージを結構取ってるので、攻めたいよねっていう感じ。よしよしよし。さあ、ベビドラ頑張る。キング行かれないでくれ。キング行かれないでくれ。いや、1000まで行ってるもんな。ゴレが届けば全然いけます。いや、マジ、せっかく、さっき3連勝ぐらいしたからな。負けたくねえな。さっきの勝ちを無駄にしたくねえ。これ、やべえやな。マジやっちゃうやだな。で、ちょっと引っこ抜きつつ、とか思いながら行ってくれ。いや、このトルネが、やっぱ大事なんですよね。僕が多分ね、もう一枚後なのかもしれないですね。なんかトルネのタイミングが多分一瞬早いことによってそうなってる気がするな。さあ最後はまあファイブをザップ打たれて落とされそうですけど、今相手ファイブを使ったよな。ワンチャン、うわ、ワンチャン行ってこい。さすがに無理か、さすがに無理かっていう感じでしたね。やっぱトルネすげえ大事なんですよね。僕これダクネランバーで、もうクローン打ってトルネしたんですけど、多分クローン打ってベビドラ追加とかからのトルネ、だベビドラいない時のあのトルネが多分良くなかったのかなと思います。というわけでマジゴレクロ勝てる時は秒で勝てます、負ける時は秒で負けます。なんですけど本当にワンチャンがあります。最後まで諦めたくない方ぜひゴレクロ、そして、まあ、エリジャイもですね、まあ、エレジャーは時短にはならないかもしれないですけど、デッキ迷ってたらちょっと使ってみてもね、損はないんじゃないかなと思います。だけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。ラストトラゲ、頑張りましょう。お疲れ様でした。またね。